武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学人間科学部の日本史の勉強について話していきたいと思います。こちら配点が50点で時間は60分となっており、大問5題、出題されております。特徴としては、基本的に選択、マーク指導式ですねとなっており、で大問5題のうち、数題資料を、挟むような問題が出ているので、資料対策は優先してやっておきましょう。で問題のレベルに関しては、一部難しいものがありますが、基本的には、マーチレベル、しっかり仕上がっておけば十分対応できる、難易度かなというふうには思います。で余裕があれば総計レベルまで、仕上げておいた方が、要は総計の多学部の過去問などをやり込んだ方がいいかなとは思うのですが、基本的には実力をつける100題や1問1答、教科書、用語集など、そういったものの仕上げをしっかりやっておくことが重要かなというふうに思います。でこの入試問題に対応するときの、心構えとしては、明らか難易度高い問題も結構出てたりして、その難しいっていうのが、その何ていうか、特定のテーマに対して興味を持って調べないと、なかなかその教科書通りの用語の知識入れただけだと知らなかったり、そこまで詳しくやってないなってことがあるような問題が出てくるという点があります。年代の配列だったりとか、あとはその知識の整合だったりとかっていう部分でも、そんなことをちょっと気にしたことなかったなとかっていうところをちょっと聞いてきたりとか、いうのがあったりはしますので、どうしてもその、興味もともと持ってる人じゃないとちょっときついかな。過去もやってると、ここまで要求されるんだっていうのを、知っていくような感じになるとは思います。なので、なんていうか、別に満点取らないと受からないというわけでもないので、諦めるときは諦めるっていう問題をちゃんと覚悟を決めて、取れそうなところを確実に落とさないようにするっていう意識を持って、取り組んでいくと、いいかとは思います。で、過去問の分析、解いた後の、見直しなどをする際にも、そういった部分ですね、無理に満点取ろうとして答えの暗記するとかではなくて、ちゃんと知識さえ入れれば解けそうな問題から確実に確保していくっていう意識を持って、過去問の演習など取り組むように心がけてください。以上が日本史の勉強となります。